ちなみに俺、運指ブリブリブリージね。ああ、よかったですね。今の、ああ、よかったですね。よくなかったです。ごめんなさい。すごいですね。運指ブリブリブリージなんですね。すごくいいと思います。じゃあ僕、運指ブリブリブリムストーンやります。どこにいる？コントロールキャラ使ってみたことありますか？いや懐かしいですね。オーバーウォッチの VC でうんこうんこ言ってる外国人がいたから、うんちブリブリブリ切ってただいま排便って言ったら、うっそ爆走されました。懐かしいです。それを思い出しました。今の発言コースに送りつけてもいいですか？別にですよ。終わったか最後お前の死だぞ。あとどこでしょう。残り1名。全然面白くなくて面白いですね。高菜屋店長のブーストを受けてたからサインまでいけたんでしょ。懐かしいです。高菜屋店長さんの皆さん知ってますか？チート販売してる人ですね。ルオルオさんとか。クソ懐かしいですね。サドンアタックを末期に追い込んだプレイヤーですね。サドアタックのプレイヤーの6割がチートを持ってた原因を作ったような人たちですね。めちゃめちゃ懐かしいですね。A 入りますね。わあ、ごめんなさい。ウェアハウスに入ったら全員上の異次元で戦ってた話してください。チートが蔓延すぎて、ウェアハウスっていうその、建物内で戦うっていうデスマッチモードがあるんですよ。敵味方16人全員がチート持ってるから、建物の普段入れない屋上でみんな始まるっていう。そんな感じでしたね、そのアタック。懐かしいですね。それはそれでおもろかったですよ。アビューズ行為って皆さんわかります？アビューズ行為。違法な手段でレベル上げするみたいな。サドンアタック、アビューズ行為で一斉に4000人バンされましたからね。どんだけ民度が終わってるかわかりますよね。おもろかったですけど。お前、つらつら喋ってるけど負けるぞ。ちょっと集中します。ちょっとやめます。思い出話やめます。最後にじゃあ、ハリハリじゃんけんやりますか？ハリハリじゃんけん、じゃんけん。